皆さんこんばんは。初党首討論を経験いたしました日本共産党田村智子です。この国会は私たちが岸田政権を、そして自民党を徹底的に追い詰めたと、そのことをまず皆さん確信にしようじゃありませんか。昨年の11月から問題になったのが裏金事件です。自民党はいつものように思ったでしょう。年を超えれば、ゴールデンウィークが終われば、国民の怒りは静まっていくんじゃないか。全然静まらない。裏金事件の元となっている企業団体献金の禁止、ここに指一本触れない、政治改革などありえないと世論調査ではっきり国民の皆さんが、あの自民党の政治資金規正法改定案、改悪案、正確に言いますと自民党が提案し、衆議院で公明党維新の会が手を貸して、成立に手を貸して、そうやって成立させたこの改悪案、国民は納得していない。そして安倍派幹部の裁判が始まりました。事務局長さんは、これはもう安倍派の国会議員の幹部がキャッシュバック、これ維持するんだという、こういうこと決めたと、はっきり後半で述べた。政治倫理審査会で安倍派の幹部は嘘をついているということが、今また明らかになってきたんじゃないでしょうか。後半は嘘が許されない、そういう場での証言ですよ。だったら国会も、嘘をついたら偽証罪になるという証人喚問で、やっぱり裏金事件、この議員たちしっかり真相究明、事実を語ってもらわなければならないと、今また明らかになっているのではないでしょうか。この国会、その裏金が政治を歪めてきたということもはっきりしたと思うんです。企業団体献金の禁止、なぜ必要か。それは日本経団連など財界大企業が金の力で政策を歪めてきたからではありませんか。トヨタ自動車、今年3月の決算、トヨタグループ全体で、1月から3月ですねの決算見ると、3月期決算ですね、5兆3500億円を超える純利益なんですよ。最高、また最高を、記録を更新してしまったんです。そのうち2兆円は株主に回るそうですね。こういうね、大儲けしているトヨタ自動車は法人税の減税受けて賃上げやってるんですよ。おかしいですよね。赤字中小企業は何にもない、それで賃上げ頑張れと言われる。やっぱりね、こういう財界大企業、一握りの大企業の、その目先の利益のために、法人税引き下げる、あるいはマイナ保険証を押し付ける、大型開発が止まらない、今度は軍事費で、軍事研究で、これで儲けていくという国を目指す。こんなことが、この国の中で行われてきている。それに対しても、国民の皆さんの怒りが、今沸騰しているのではないでしょうか。この国会は国民の皆さんの暮らしを良くしてほしいという願いに背を向けて、軍事費の倍増よ、そしてまた戦争する国づくりの数々の法案が成立をしてしまいました。でもその先に平和の希望が見えてこない。ミサイルにはミサイル、軍事費には軍事費、軍事対軍事、エスカレーションしていったその先に、どう考えても平和は見えてこない。やっぱりやるべきは、憲法9条にのっとった外交の努力ではないのかということも、あのガザを見れば、ウクライナを見れば、もはや明らかになっているんじゃないでしょうか。平和的共存を否定する。それでもダメなんだ。平和的共存は外交努力によってしか成し遂げられない。
憲法9条を持ち、被爆国である日本がやるべき外交をやれと、市民の声で、市民と野党の共闘で、自民党に、岸田政権に迫っていこうではありませんか。私今日は党首討論で4分しかありませんでしたのでと言いつつ6分近く発言しましたが、選択的夫婦別姓一本に絞って質問をいたしました。それは今女性たちの長年の運動、ジェンダー平等を求める多くの皆さんの運動が確実にこの日本社会を動かしているからに他なりません。さっきね、日本経団連のことを悪く言いましたが、この選択的夫婦別姓ではとうとう経済界も、これは女性のアイデンティティに関わる、人権に関わる問題だ、そしてビジネス上のリスクもある、この両方を指摘して早期実現を求める要請書6月10日に提出した。すごいですよ。私たちが動かした、皆さんが動かした、日本の社会を変えてきている、このことにやっぱり確信持ちたい。それでね、こういう経団連が言ってる事実認めますかって言ったら、よくよくね、言った岸田さんが言ったことを見てみたら、ビジネス上のリスクについてはその通りだって答弁だったんですね。アイデンティティとか基本的人権の方は言わなかったんですよ。ここに今の岸田総理の自民党の憲法が分かってない、憲法が分かってない、ないがしろにする、その姿がやっぱりはっきりと現れたと思います。この選択的夫婦別姓ももう実現しなきゃいけない理由はいっぱいあるが、先送りしなければならない具体的な合理的な理由は何一つない、示すことができない。だったらやることははっきりしてます。まさにジ・エンドですよ。自民党政治を終わらせる、それこそが私たちの権利認める、暮らしを守る、平和を守る、その政治への大きな一歩になるということを皆さんと一緒に確信にしたいと思います。そのためにも東京都知事選挙、市民と野党の共闘の候補として蓮舫さんが立ってくれた、全力で応援しようじゃありませんか。東京から政治を変える大きな波を私たちも起こしていきたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。議員の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。